驚愕の脱皮アクションとか書いてあって、パッと見たらね、ザリガニがでっかく映ってたの。もうやるしかなくて、ザリガニが脱皮するという奇跡のガチャ降臨。さらにはね、ザリガニだけではなく、カメとかヤドカリもいて、それぞれね、いろんなアクションがあるんだよね。いやでも個人的にはちょっとザリガニが水辺の仲間ガチャ、ザン、もうなんかこの文字だけで興奮しない、水辺の仲間これでずるいよね、水辺の仲間こんなんやるしかない。全部で3種類、ちょっと種類少ないんだけど、アカミミガメとね、ヤドカリとこのザリガニがいるんだよね。でザリガニちゃんはこう脱皮、甲羅パーツが脱着できるという、まさに成長を感じられるガチャになっているという奇跡目のレベルマックス、これ外伝中。そしてザリガニだけではなくて、もうザリガニで終わってもいいレベルなんだけどさ、アカミミカメとホンヤドカリもいるんだよね。ヤドカリもうこれ引っ越しできるからね、引っ越しすごくないこれ、とわー、ぬるぽんって取れるんでしょこれ。あら、ちょっと待って、あら、これすごいんじゃないかしら。ちょっと、え、どうやって取るんだろう、めっちゃバクバクする。ザリガニ降臨で、うっしゃー、すげー、これが取れるってことでしょ。上のまずは最初組み立てる、最初そうだよね、組み立てなきゃダメだよね。うわすげー、テラザリガニ、水辺の生き物ガチャ、これ第2弾すぐ出してほしいわ。水辺の生き物タガメとかも来てほしいから、タガメはどうなるんだろう、羽がこう広げられるみたいな感じになるのかな。うわータガメめっちゃ欲しいな。タガメもう水辺の王者と言ってもいいぐらいだよね、タガメね、昆虫として。あ、すっげー、すっげー、マジで超リアルなんだけど、もうこれだけのめっちゃザリガニ。私はザリガニのガチャである。ザリガニのガチャである。さ、めっちゃかっけえ。アメリカザリガニだね。アメリカザリガニ、この赤いボディ。アメリカザリガニってさ、ずるくねえ、このかっこよさ。赤いボディって。おい、ふざけんなよ、マジ。日本のザリガニはね、ま、ちょっと色がさ、鮮やかではないけど、このね、ま、ボディはかっこいい。なんか、かっこいいつか可愛らしいのが多いよね、日本のザリガニは。アメリカンだもんな、この色。色もアメリカンじゃんこれ、すっげえかっけえな、アメリカザリガニ。そしてこれ殻が取れるということなので、ちょっとやってみたいんだけど、え、ちょ、壊したらどうして、大丈夫だよね、だって殻取れるって書いてあったもん。脱皮しますよ、成長しますよ、成長してでかくなりますよ。おぼ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 ろ車、おお取れた、脱皮した、すげえ。うおー、脱皮したらさ、ちょっと色が薄くなってたらよく、あ、でもどうだろう、あ、ちょっと薄、でも赤いからな、うん、赤いからね、色が、でもちょっと違うのがいいね、ちゃんとね、こっちすげえくすんでる赤い、すげえ赤、もうめちゃめちゃ濃い赤なんだけど、鮮やかなレッドになる、脱皮したら。こんな、わー、素晴らしいガチャだわ、これ。生命の成長を感じる、ザリガニとしてのクオリティが高すぎるんだけど、もう、どっからどう見ても。ザリガニなんですけど、パッと見本物に見える、パッと見、パッと見たら本、机の上に置いてたらビビるわけ、あ、お、まだこれザリガニみたいな、本物に見えないこれ、水の中に沈めたら完璧なるザリガニじゃねえか。しかも脱皮ができるという。で次ね、カメちゃん、カメちゃんのね、首とか、頭をね、しまえるということなので、頭をしまえるということなので、ニョキ、赤耳カメだよ。うわー、すごい。めちゃリアルだ。最初すごい。最初、つかさ、これ赤耳ガメってマジで神秘でね、こんなにさ、色鮮やかなグリーンでさ、赤耳すげえうわー、すっげえ緑ガメなのに、成長するとあんなモンスターになってしまうという。もうマジ赤耳ガメのさ、ミシシッピ赤耳ガメの大人ってあれ化け物だよね。モンスターだよね、あれね。シャーってなんかこう口開いてさ、あれ指噛まれたら終わるぞ、あれ。あんな可愛い子があんなモンスターになるという、そこも信じられないんですけれども、わ、出てきた。しまえる、ニョキ、スポ、しまうよー、スポ、しまうよー。わ、マジこれタートルズの人形思い出すな、これ。これよりしまえるの、すごく楽しいよね。こういう、お、しまえた。さ、やばい。身の危険を感じたぞ。中に入るぜ。スポ、スポ。あ、いいねー。しまう、な、これだけの、ただのこれだけの動作なのに、すごい楽しいという。やっぱこれギミックがあるといいよね。俺、ザリガニが一番楽しみだったら、脱皮できんのみたいな。ガチャで脱皮できるのって本当にすごいびっくりしたんだけどさ、驚愕だよマジで。驚愕の脱皮だったんだけど、驚愕のアクションだったんだけどさ、これヤドカリもこう髪見る限り本当やばいか、待って、どんな感じなんだろう。くるくる回してさ、本体を出すわけでしょ。うわ、超リアル。うわ、超リアル。ヤドカリってさ、ここの部分すげえキモくね。うわー、
でもちょっとここさ、あのね、あのパクって食べたくなるよね。なんか貝みたいなんだよな、ここすげえうまそうだよね。どんな味すんだ、ヤドカリって。ここヤドカリ、うわ全然すっげ、同じ生物なのにこんな形が違うってほんと神秘だよね。こう見たらさ、マジザリガニと変わんないのに、全然これザリガニと下半分全然違うっていうね。うわ神秘だー、すげえ。てかマジでリアルだわ。なんかペイントとかもこだわってない、これ。これペイントすげえこだわってない、この節のところ、足のさ、節のところも節足動物の特徴的なさ、この節のこの関節の部分すっげえ好きなんだけどさ、そこも超リアルじゃない、これ。うわヤドカリ目ん玉、うわ、てかヤドカリ気持ち悪いなマジで。これさ、小さいからいいけど2メートル級だったらマジビビるわ。めっちゃ怖い。エイリアンじゃんこれ、完璧に。エイリアンすごいわ。え、これ本当に完成形だわ。あの、え、マジで?すげえ、あの、ほんとにフィギュアとしてのクオリティが高すぎる。めっちゃリアル。え、これ妥協許したくない?これ。すげえリアルなんだけど。モノ本みたいだよ、これ、パッと見、ほら。パッと見本物みたい。フィギュアに見えない。え、マジで?すげえリアル。ザン。うわ、カボマンダラットである。素晴らしい。で、このね。まあ、ヤドカリだからさ、やっぱこの貝がないと落ち着かないよね、やっぱね。このままだと無防備だからさ、ここ、パーフェクト、パーフェクトディフェンスを完成させなきゃいけないんだけど、マジで面白い。ヤドカリを引っ越しできるということでしょ、これ。体の向きを、こういう風にスポッて入れていくわけか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。待ってね、向きを考えると、こういう風に入れなきゃいけないわけだから。やべ、すげえ楽しい。待って、これすごい楽しいんだけど。こうだよね。だからこういう風にスポッて入れていく。あ、ちょっと待って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 、壊したらまずいからな。むずいんだけど。ひねって入れるんでしょ?貝殻の向きの、合ってるよね?合ってるよ、普通に。こう向きに合わせてヒュリッと。入った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 すげえ!ザリガニ、ミドリガメ、アカビミガメ、ヤドカリ、本ヤドカリ。すごくない?このクオリティ。うわー!ていうかフィギュアの、俺もうフィギュアだけで気に入ったこのシリーズ。すげークオリティ高い。あの、こういうなんかギミックあるやつってさ、結構チャッチーの多いじゃん。ペイントとかすげー汚くてさ、結構なんか造形もしょぼかったりするんだけど、造形もすごいし、ペイントも綺麗だし、すげーかっこいいこのシリーズ。ザリガニと。ヤドカリの戦いすげえ。つか、ヤドカリこれ、めっちゃ強いだろうな。もう、だって一番やばいとこ守ってるしさ、パーフェクトディフェンス、これこそ鉄壁だよね。鉄壁の防御。なんもできねえ、ザリガニも。くそー、なんも、くそー。しかし、ひっくり返してね、こう、掘るという。こうなったら結構きついかもね。でも、ヤドカリもさ、この上半分はザリガニと変わんねえからな。かなり強いんじゃねえか。でも、ちっちゃいからな、ヤドカリ。ヤドカリってちっちゃいよね、確か。あの、飼ってる人のさ、あの、動画見たことあるんだけど、ヤドカリの。すごい、あ、こんなちっこいんだ、ヤドカリみたいな。あ、でも種類にもよるのかな。カボマンダラットなんてすげえでかい。カボマンダラットだったら終わるな。もう、あれは勝てんわ。もう、大きさの規模が違う。すげえ、超リアルだ。めっちゃかっこよかったわ、ヤドカリ。で、取るときはね、またこう、ひねって、ぬるぽんってやれば簡単に取れるはず。待ってね。あんまりちょっと。嫌な音がするぞ。でもこう、ういしょ、ういしょ、引っ越しするで、引っ越しする。なんかさ、この貝殻別パーツでいろんな種類の貝殻売ってほしいよね。あったらさ、お引っ越しできるからさ、この貝殻もさ、別の、なんか、ヤドカリの貝殻ガチャみたいな、ね、欲しいよね。いろんな貝殻があって、シークレットは黄金なのね。で、あの、いろんな引っ越しができるという、素晴らしい商品だったわ。完璧だわ。フィギュアとしてのクオリティもすごく高いし、いろいろ遊べるというこの楽しみね。で、最後にこう戻して終わりましょうか。入れる方が簡単かな?スポッて。慣れたら簡単にしまえるわ。めっちゃかっこよかった。今回ヤドカリナンバーワンやっぱ。造形も、この、入れるのも楽しいし、脱皮も楽しかったけど、やっぱ完成度が一番ヤドカリ高いと思う。これは第2弾、超期待だね。これは期待できる、これ第2弾。つうか、水辺の生き物たくさんいるのになんで3種しかないんだろうね。めっちゃ少なくない?せめて5種ぐらい欲しかったな。あと2種プラスで。タガメ欲しい、タガメ。タガメ出るかな?まあ、2弾出るとしたら絶対タガメ出るよね。もう水生昆虫の王者とも言うべきよ。タガメをちょっと、タガメのギミック絶対羽開くパティーンだと思うからさ。いや、楽しみすぎる、タガメ。並べたいね。ヤドカリ。ヤドカリにザリガニにタガメ。うわーすげえ楽しい。ゲンゴロウとかも欲しいしな。ヤドカリ超かっこいいわ。すげえ完成度高え、これ本当に。マジこれ感動している。
やばい、感動している。ガチャのフィギュアで感動している。すげえかっこいい、ほんとめっちゃ完成度高くない？いや、何回もちょっと完成度高いって言っちゃうんだけどさ、本当にこれすげえ、本当痺れる。鳥肌が立っている。すごすぎて。恐怖を感じる。かっこよすぎる。いや、じゃあカボマンダラットだからかな。もうフォルムがカボマンダラットだから、その恐怖かもしれんけど、あとは緑髪ちゃんの可愛さだよね。癒し。こいつはかっこいい。すげえなんか、装甲をまとってるからね。すごいかっこいいんだけどさ、ザリガニ、赤いいなぁ。赤いボディが超かっこいい。そして可愛らしいね。赤耳髪。僕はしまえるよ。さ、超、めっちゃ可愛くないこれ。ということで、今回は水辺の仲間というガチャのね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひね、ゲットしてみて、特にヤドカリ。俺推しヤドカリ。今回はちょっと一番ナンバーワンはヤドカリだったわ。みんなそれぞれ、いや、可愛いんだけどね。赤耳紙とかさ、すごい可愛くてよろしいなんだけど、もう完成度的にやっぱね、ヤドカリがやばかったわ。造形もペイントも完璧だし、このニュポンって出せる感じがすごく気持ちいい。完璧だと思う、もうこれ。これを超えるヤドカリガチャってもう出ないと思う、この先。海洋堂でも超えらんねえじゃねえかな、このヤドカリ。すごくいい、これ。めっちゃ。持った感じも重量感、ちょっと重量感あっていいんだよね。ずっしり重くて、いいし。海洋堂もちょっと軽いからさ、重量感っていう面に関してはあんま感じられないんだよね。やっぱこれ、重みがあるとフィギュア持ってるって感じがしてすごく好きだし、あとクオリティもね、すごく海洋堂に負けてないよね、これね。半端ないクオリティだし、実際出せるっていうね、一番そこがいいよ。やっぱりニュポンって出せるっていうのがさ、本当に熱いよね。ヌルポンって出して遊べる。このヤドカリの本体、あ、こうなってるのかと、下の方はこうなっているのかいみたいな。ヤドカリヌルポンって、いや、ここすげえ無防備だな。引っ越ししてるとき狙われたら終わるな。引っ越ししてるときな。入っちまえばパーフェクトディフェンスの申し子だけどね。パーフェクトディフェンスの申し子。すげえかっこよかったわ。ヤドカリ。これほんといろんな回出してほしいわ。引っ越ししたい。めちゃめちゃ楽しい。このニュルポン引っ越し。